炎無、炎無とは目に見えない乾いた微粒子が大気中に浮遊していて指定が妨げられている現象。気象観測上は指定が1 0キロメートル未満になっている時、また炎無の時湿度は75%未満の場合が多い。発生源は地面から舞い上がった地理や砂ぼこり、火事による煙、工場や 自動車からの媒炎など様々。なお、大気汚染が原因であることが明らかな縁には、スモックとも呼ばれる。微粒子が太陽光を散乱するため、多くの場合は、景色が乳白色に濁って見える。背景が明るいか、遠くに明るい色の物体がある時には、背景や物体は黄身を帯びた色、あるいは赤みを帯びた色になる。反対に暗い時には、青みがかった色になる。 また、粒子自身に色がついている時にはその色が反映される。これに対して、湿った微粒子で生じるもやは灰色を呈することから、両者は区別されている。工場廃棄、自動車廃棄、あるいは山火事などから出た燃焼物由来のすすや、煙、廃煙、物の破砕や、産業活動で生じる粉塵、風によって巻き上げられたチリや砂ぼこりといった乾いた、 微粒子が浮遊している状態である。気象観測においては、指定 10km 未満の場合である。ただし、以下に挙げるように発生源が明らかな場合は、除外されるため、発生源がはっきりしない場合に、援務とされることが多い。気象庁以下の日本の気象観測が記録する、大気現象のほか、国際気象通報式シナップの天気においては、蒸気の定義を用いる。ただし、 例えば人為的大気汚染による煙霧と風塵が同時に見られるなど複数の現象が発生している場合は報告の優先順位の関係などから別の現象として記録されることがある。また国内気象通報の天気、日本式天気図のの記録においては指定が 2km 未満の濃い煙霧に限り煙霧とする。さらに日本の気象干渉が記録する15縮分の 天気においては、指定が 1km 未満の非常に濃い演武に限り、演武とする。演武は、気象学以外においては、定義が明確ではなく、もやや霞と呼ぶ場合がある。文学上の表現としては、こちらの方が多用される。また、航空や惑星科学の分野においては、慣習的に、演武、スモッグ、もや、霧などをすべてひっくるめて、 指定を悪化させるもの全般を、炎武の英称である、ヘーズ、ヘーズと呼ぶ場合がある。炎武には、自然要因と人為的要因がある。風神や、地理炎武などの土壌粒子由来の炎武が起きやすいのは、乾燥して強風が吹く時である。例えば、2013年3月10日、関東地方では、折からの乾燥と強風により、主に北関東の農地などから、 砂ぼこりが巻き上げられて広範囲に拡散した。この日、前橋では朝から縁無の後昼頃から風陣を伴う状況、熊谷では昼に風陣の後、地理、縁無、水戸では朝から断続的に縁無、東京では昼過ぎに縁無、横浜では昼過ぎに地理縁無、千葉、立山では朝から断続的に縁無、銚子では昼前から 炎武で15時前後には、砂塵らしいを伴う状況となり、各地で指定が2から3キロメートル程度まで低下した。砂漠や乾燥地帯では激しい砂嵐による炎武が発生しうる。中国、モンゴルの砂漠、乾燥地帯を起源とする交差は、沿岸部や韓国、日本にも飛来しており、気象当局による観測や予報が行われている。 上空高くに達したチリや砂の微粒子は遠方まで運ばれることがある。黄砂のほか、西アフリカのハルマッタン、北、アフリカや中東のシムーンやハムシン、地中海沿岸のシロッコギブリ、ペルシャ湾岸のシャマール、オーストラリア南部のブリックフィールダーなどは、こうしたチリや砂を主成分とした塩務を、発生地から数千キロメートル離れた地域にもたらす、ことで知られる。森林や草原では、 砂塵が巻き上がりにくいが、寒気に山火事が発生したり、焼き畑農業による煙が発生したりして煙が発生しうる。東南アジアでは、インドネシアでの油屋市の焼き畑に伴う炎が、国境を越えて、シンガポールやマレーシアなどに広がり国際問題となっている。工業地帯や都市部では、人為的に排出される微粒子が炎を引き起こす。 主な蘇生として、すす、黒色炭素、硫酸塩、硝酸塩、アンモニウムなどが挙げられる。日本でも、第二次世界大戦前後の昭和前期には、都市部で顕著な塩務が発生していた。指定2キロメートル以下の農塩務の日数の統計を見ると、東京では1940年、昭和15年頃に、年間30日前後、1955年、昭和30年頃には、 年間60日前後であった。さらに大阪では1940年頃に年間60日前後、1955年頃には年間1二十0日前後と1年の3分の1が塩無という激しい大気汚染に見舞われていた時期あった。当時の塩無の発生頻度は工業生産と相関性があり、工業生産が下火となった戦時中に大きく減少した後朝鮮特需の 増産により急増したほか、日曜日には発生しにくいという特徴があった。また、汚染の主体が石炭の燃焼による倍煙であり、季節では冬季に集中し、逆転層が発達する朝に発生して、昼に消失する経過をたどることが多かった。また、工業地帯や都市部では特に晴れて風の弱い夜間。 逆転層が発達して排出された汚染された汚染物質が閉じ込められ、塩無層と呼ばれる塩無と、正常な層の境目が生じることがある。これはしばしば日中も残り、遠くの高いところから見ると青空との境目として、目視できる。高科学スモックも塩無を伴う。日本では1970年代に急増して、社会問題となったが、2000年代に、 再び増加している。国内の観測点の NOX やヒメタンタン化水素 NMHC の濃度が長期的に減少傾向あるのに対してアックス濃度や NOX 中に占める脳、NO、2の比率が上昇傾向にある。また従来より関西や関東の都市部で夏を中心に濃度上昇が見られたが国内の排出の影響を受けにくい。日本海側や離島部も 西風が卓越する春や秋を中心に、濃度上昇が観測されている。その原因として、主に中国沿岸部など、東アジアからの越境輸送が挙げられ、例えば、本州付近でのオゾン濃度の1から2割は日本を、除く東アジア由来、また離島では、東アジア由来が兄の3割、ヨーロッパと北アメリカ由来が、それぞれ1割との推定があり、 地球規模での汚染物質の輸送も関与している。ン霧の微粒子は、ナノメートルからマイクロメートルの大きさを中心とする、大気アロゾル粒子である。ン霧を構成する微粒子の大きさは主に0.1マイクロメートルを下回るオーダーである。これは、光の波長よりも小さく、レイリー散乱を引き起こすため、背景の明るさに応じてン霧は赤みを帯びたり青みを帯びたする。 微粒子が吸湿性の場合、湿度が100%以下の環境でも、粒子が水蒸気を吸収して、微小な液滴を形成する、超戒。特に、硫酸塩や硝酸塩などの化学物質の微粒子では、純水に比べて飽和水蒸気圧が小さいため、容易に液滴を形成する。液滴と相対湿度の関係は、ラウールの法則とケルビン方程式を組み合わせた。 ケーラーの式で表され、元となる化学物質により固有の値を取る。そのグラフは、ケーラー曲線、参考、と呼ばれている。ケーラー曲線において、大気中に見られる、吸湿性粒子を核とする液滴の多くは、湿度の増大に伴って直径が増していく。これを、エアロザル膨潤、という。湿度が100%近くになると曲線はほぼ水平と、 なり、水蒸気をどんどん吸収して直径が増し続ける状態、凝結核が活性化した状態となり、以降この水滴は雲粒、つまり霧や雲と同じような振る舞いをする。湿度が70%から80%程度を境にして、これより湿った環境では粒子系が増大して、ミイ産卵の領域に入る。ミイ産では光の波長に関係なく産乱が起こるので、 着色が起こりにくく粒子は灰色を呈する。この状態がもやであり、濃くなると霧あるいはスモックとなる。このような吸湿性の微粒子による M をダンプヘイズ、湿った塩ムといい、これに対して通常の乾いた微粒子による M をドライヘイズ、乾いた塩ムとして区別することがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。